思え。死に神。どうも、久しぶりだね。大丈夫？ひょろひょろじゃない。いつも厚着してた君がそんな薄着だと落ち着かないでしょう。あなたこそ何です、そのふざけた面は。いやね、君を袋にぶち込んだ後にさ、職人と武器の学校を建てたんだよ。昔のお面だと子供たちにビビられちゃってね、話になんないのよ。ちっちゃい子なんて泣き出しちゃうし。その封印も昔のだからちょい怖めなんだよね。そのひょうきんな話し方もか。今じゃすっかり板についちゃった。お目覚めのとこ申し訳ないけど、もっかい死のうよ。死神チャープ！全身の皮を剥がされる痛みがどんなものかわかるか。俺も忘れてしまった。思い出させてみろ。衝撃波か。今度はこちらの番です。圧倒的すぎる。何してる。手分けして負傷者の救助へ向かえ。はい。同時に住民を町の外へ誘導。いいな。了解。本気であの二人がやり合えばデスシティごと吹き飛ばしかね。頼みましたよ、死神様。させないって。
ゲスな豚が、もっぺん生皮ぶち剥いでやる。弾かれた。どうして。腐ったれ、抜け目のないやつめ。私の活動範囲に制限があるのを知っておったのか。もう会うことはないでしょう。では師匠、失礼します。